ャンネル。レッツ鎌本チャレンジ、イエーイ。はい、じゃあ今回はボードゲーム対決ということで。楽しみ。今名古屋大学の、大学院の2年生です、田辺と申します。よろしくお願いします。お願いします。今回は何の対決を？今回は自分もたくさん持っているボードゲームを使って、ボードゲーム、はい、鎌本さんと対戦したいなと思って名古屋から来ました。すごい、遠路はるばる。ボードゲームですか？はい、僕も人生ゲームとかやったことありますけど、そういう類の、そうですね、はい、はい、でも結構人生ゲームとはまた違う頭の使い方をするので、はい、なるほど、はい、まあ勝つけどね。詳しいですか？いや、詳しいですし、得意なやつを持ってきたつもりです。あ、マジですか？でも真っ向勝負をしたいと思ってきたので。それは先ほど卓球対決をして、卓球やってたんですね。はい、日本チャンピオンにボコボコにされてきたなので、ちょっと次は勝てるように頑張りたいと思います。まあ、ちょっとここ恵比寿のお店なんで、ちょっと簡単に店長さんにちょっとご紹介してもらって。先生、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ここどういう店なんですか？そう、あのいわゆるボードゲームカフェというやつで味と出るというお店で、はい、まあ、来てもらって、あのお客さん同士であのボードゲームを遊んでもらうようなお店になっております。めちゃくちゃありますよね。そうですね、今500種類ぐらいあるので、詳しい人とかはマニアックのまで遊べるし、まあ、初めての人なんかにも、まあ、なんか定番のゲームを我々がおすすめできるようにはなっております。なるほど、はい、本当にすごい時間かかるのから、簡単のまでも本当に500種類あるんで、いろいろありますね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ概要欄にリンク貼っておきます、ね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ1個目のゲームの説明をお願いします。はい、はい、それでは説明したいと思います。はい、1つ目はこのワードバスケットゲームでございます。スピード勝負です。ほう、はい、スピード勝負で、手札が最初配られてるんですけど、手札を一番最初になくした人の勝ちっていう、はい、ゲームになっています。はい、カードにはいろいろあるんですけれども、主にこういうひらがなが書いてあります。はい、例えばこういう手札が持ってるとして、みんな持ってる状態で、用意スタートで山札から1枚バンとめぐられます。そうすると真ん中にひらがなが1つあって、自分の手札にもひらがながあるって状態になります。はい、で、しりとりの要領で、すから始まってこの手札の文字で終わる言葉を思いついたら、それを言いながら出していくっていうような感じになっています。うん、まあ、スカイとか印象みたいな感じで、真ん中に思いついた人からどんどん真ん中にどんどん出していく。2連続自分の出してもいいんですか？もちろん問題ないです。はい、もうどんどん思いついた人から出していって、出していくと真ん中の文字がまた変わりますので、それに合うようなやつ、浮き輪みたいな感じで出すっていうのが、このゲームになっております。楽勝じゃん。基本ルールはこちらなんですが、注意事項としては必ず3文字以上。なるほどね。はい、牛とかダメなんです。そうです、牛とかダメです。はい、浮き輪とか3文字以上で、手札がラスト1枚になったら、リーチって言ってください。はい、まあ、ウノみたいな感じで。はいはいはい。で、ラスト1枚は4文字以上じゃないといけないです。はー。余裕だね。で、ちょっと特殊なカードもあるので、そちらの説明もします。こういう感じで、あいうえおとか何ぬねのとか、な行とかあ行とか、一つのやつが書いてあるやつがあるんですが、これは真ん中がよだったら、で自分の手札にこれがあったら、よから始まってあいうえおどれで終わってもいいっていうカードになります。ああ、強いんだじゃあ。そうです、はい、あとは数字が567と数字があります。うん、これはよから始まる5文字、よから始まる6文字っていうことを意味しています。他のカードはその頭とお尻の言葉が分からないといけないのが、これは文字数がさえ合っていれば出していいよっていうものになります。なるほどね。うん、7だけ7プラスと書いてあるので、これは7文字以上です。はいはい、ここはぴったりで、これは7文字以上であればどんだけ長くても出して構いません。じゃあこれで例えば、はい、よっちゃんいいかっつって言ったらかになるんですか？これそうです。次はかで、はい、はい、になります。あとは濁点とかは好きなようにつけたり外したりして大丈夫です。あともう一個、多分それだけのルールだと、手札がとんでもなく難しいやつが来た時にもう固まってしまうっていう状況が起きてしまう。まあ例えばヌーが来てるとか。ヌーで終わるってむずいっすね。そうなんですよ。ヌーとか終わるとか、ロで終わるとか、なんかそういうのがバーって来た時に、はい、どうしようもないってなった時に、はい、手札を真ん中に全部捨ててリセットってすることができます。はい、リセットすると捨てた手札の枚数プラス1枚山札から引いて続行することができます。なるほどなるほどなるほど。はい、なので3枚持ってて、もうどれもちょっと難しいなと思ったら、リセットって言って真ん中に好きな順番で出していただいて、他4枚引いて続行します、うん、みたいなことができます。はい、リセットはスピードゲームなんですか？リセットもスピードゲームです。リセットパッとつって。あ、そうです。あ、そうです。この人終わりそうだなと思った時にリセットするのもありですっていう感じです。はい、はい、じゃあ手札確認してください。あ、よし。いきます。よーいスタート。あ、またいきます。よーいスタート。ないな。よーいスタート。イクラ、ランボルギーニ、肉味噌、ソ、ソフレ、レ、レ、
恋愛イルマ、ま、祭りリーチ領収書リーチリセット民話リーチわリセット夕日リーチリセット塗り絵リーチリセット出ないな ひよこリーチ小鹿あったそっか、はい、え何小松菜終わりです4文字以上か4文字以上です最後は最後だけ難しいんですはいっていう感じでじゃあ1枚脱いでもう一番無駄やん私だけ時が止まってたのかよ怖いちょっと一瞬焦っちゃった一瞬すごい惜しいラスト1枚になっちゃってたからもう全然浮かばなかったんですそうかすごいそういうリセットの使い方がそうですねこんな感じですちょっともう一回やろう僕やりましょうこれ私いるいるちなみにハンデもつけれるんですけどハンデってどうやってですか僕だけ4文字以上で出さなくちゃいけなくてラスト1枚だけ5文字以上っていう他の人よりも全部1文字ずつ多いそれむずいよ、ね、これ難しいですそうやってあじゃあこれでいいですかじゃあこれでちょっとやってみたいと思いますはいじゃあ僕だけ、4文字以上でラスト5文字以上で終わるっていうでいきます分かったはいいきますよーいスタートスモモ丸まったおお唐突え唐突つり革わワッシャーワッシャーってなんだよワッシャーってあの工具あちょっと待って考えてんなこれアルマジロリーチロあでねこれはリセットねねっでねねむろロロロジックすごーい空所リーチよよーよしのリーチののノートルダムおしまいですこれあこれで上がってもいいのかあもちろんあそうです基本禁止上がりはないのであすみませんちょっとちゃんと言えばよかった禁止上がりはないので禁止上がりない、はい、一回出したじゃん一枚出した、はい、じゃあ次俺本気出すわあ分かりました分かりましたはい、じゃあこれでじゃあ次が本気です本気ねいきます、よーいスタート。スチーム、向かい風でもいいのか。そうです。せ設置ち調理乳首リセットリセット。おおっとっとおっとっととっととっぴひひひかそそそそうそうくつリーチリセットリセットもも も, もろへいやリセットぬだぬで終わんのだとないもんね。ことわざありだと思います。ことわざことわざはい、わかりました。ぬぬリセット。あ暗唱ううです。うつろリーチロジックリーチクライアント。あー危ないそう危なかった母音が最後ってむずいな。そうですね。でもうだと結構なんだろう、しょうとかなんかうだとあのしょうとかきゅうとかその小さい文字にうっていけるので屈強とか。そうするとはい、そういうことか。そうするとあの4文字以上が割と簡単に、はい、なるほどね、はい、ということで、はい、以上ワードバスケットでございました。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。次のゲームが、はい、次のゲームがタギロンというゲームになります、はい、じゃあ続けていきます。はい、はい。